故郷を送り直す。なんだ。リセットされました。あ、スタンバトンのパーツとかあんねや。なんかそういうのこれ。来るぞー。あ、修理してたら来た。えぐ、えぐ。来るぞー。あ、生きてるのかお前。本物にするの忘れてた。待って、おーびっくりした、すごい。じゃあ私吹き飛ばせるようになってパーツで来るぞー。はい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 。いやーあら、なんか死んだ目の前で。そう、即死 10% の確率で即死っていうのも。おいって上だー。あーなんか飛びたにゃんこさんが飛んでいった。どういうことちょっと待って、笑ってしまった。にゃんこさん飛んでやっくる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 。あ、来た。ワンパン。ワンパンなのやっぱ。そしてたまに吹き飛ばせてる。パンいたこれぞやっぱり飛ばしてしまうんですけど味方を後ろにもいる。後ろママ来たぞ。後ろママ走ってる。あ、人に行った。オッケー。あー、ママ。ああ。なかなか強烈になったね、バトンが。あ、違う。バトン強化したら強烈になった。何 10% で即死攻撃ってことはない。そういうのがあるんですよ、バトン。おっと。いっぱい来てる。あったぞー。あった。また鉄コンボ出てたぞー。やばいやばい。とりあえず一回この辺。おーおーおーおお。なんか木が倒れたぞ。木が倒れてきた。急に目の前。え、どこから来た。お、なんかおるー。あ、めっちゃすんげえスピード走ってきた、ぽっちゃりさんが。あれ、まだ生きてるの。ええやん。まあ、ゾンビは片方が合ってるな、やっぱ。モリンさんが吹っ飛んだんだろうな、このマジ。モリンさんが悲鳴を上げて、ピナさんが爆笑してるってことは、モリンさんが吹っ飛んでたのよ。なんか急にどっか行った。もう、味方が吹き飛ぶとは思わんかったが。